はい、どうも矢田です。マスオです。今回は増田くんがソニーの α7III を借りてきてくれました。はい、改めまして矢田です。マスオです。なんでまた α7III を、先週ぐらいにちょっと矢沢さんに、アルファ9以外のミラーレスが必要だって言われたので、言った本人はすっかり忘れてますけど、なんでってか。ちょうど昨日なんですけど、アルファ7-3を、買った方のところに仕事で行って、でそこでちょっと借りれますみたいなのをこう雑談で聞いたところ、もう心よくいよいよ使ってって言ってもらえたので。じゃあ買ったばっかなの、はい、これ2日目ですそうだったんだ、昨日開けました。ああ、それはそれはどこの、まあ、この α7-3 なんですけど、ファッション系の事務所の方なんですけど、今後 EC サイトやイメージ写真なんかをするのにカメラを導入したいっていうことで、カメラマンであるこの増田に、どのカメラ買ったらいいっていうのと、スタッフに使い方を教えてくれるっていうのを言われて、それ込み込みでご依頼いただいて、昨日ちょっと教えに行ってきました。コンサルティングじゃないですか。そんなかっこいいもんじゃないですよ。自ら自分の仕事を減らしに行ってるコンサルティングじゃないですか。もうすでにEC サイトでの撮影っていうのをスマホでされててずっと、で、まあ、クオリティ上げるっていうのでカメラ導入したいっていうことで、でその方としては、まあカメラは何でもいい、もうだから一からおすすめしてくれって言われたんですけど、まあその方が、プライベートで持ってたのが 6D で、ミラーレスに興味があるっていう、どんなものか分かんないけどミラーレスって流行ってるんでしょっていう感じだったので、まあその2つのテーマから一応 1DX、中古で約20万ぐらいだったので、であと 5D Mark III、あとそのソニーのミラーレスっていう分野からこの α7-3っていうのを勧めさせていただきました。ニコンは勧めなかった。そう、ニコンは勧めなかったんですね。はい、さっきの話にもちょっと出てたと思うんですけど、まあプライベートで 6D を使ってる方だったので、まあ、キャノンの方がいいかなっていうのがあって、まあクライアントさんにねそう言われちゃうと何も言えねえっていう、はい、でも 1DX 勧めた時社長さん男性なので、いいよねって言ったんですけど、使うのが何分女の子のスタッフたちなんですよ、で一回やっぱ 6D で使わせてみたらしいんですけど、みんな思い使えない分かんないって言って、ストロボの同調の仕方が分かんないとかって、もう本当にてんやわんやしたらしくて、だったらやっぱり使いやすいミラーレスの方がいいのかなみたいなこと言われたんで、いいんですよって言って、ソニーのって、あ、ソニーのミラーレス聞いたことあるそうだで、まあ、7-3とか9とかの話して、いろいろ進めたんですよ、そしたらα7聞いたことあるで、まあ、α7 いいんですけど、α9 ってその写真に特化した僕使ってるカメラあるんですよって言ったら、ふーんって感じだったって。7は聞いたことあるのに、はい、9はないなかったみたいです。っていうんで、もう α7 なんか食いつきが良かったんで、だったらもうその何ていうんですか、勢いというか、そのやっぱりクライアントさんが喜んでもらうのが大事なので、で、まあ、α7-3 だったら新品で19万8000円だったんで、まあ、α7-3 もう新品で、しかも箱で売ってたんで、じゃあこれにしますかって言ってクライアントさんと決めました。そしたらやっぱり、スタッフの子たちもやっぱり軽いこと喜んでましたね。で、あとこのシルエット液晶、やっぱ俯瞰で撮るんで、今まではやっぱり何ですか、椅子に登ってこうやって覗き込んでたのが、もうこれで撮れるっていうのをその実演して見せたら、はあ、すごく便利ですっていう話になりましたね。しかしなんか面白いね、なんか基準がねそこがやっぱり新しい発見でした。カメラ好きな人でこれから始めるからカメラ何がいいっていう人とやっぱり考え方が違うなっていう、やっぱその方々、まあ、カメラが嫌いってわけじゃないですけど、道具であって、あとやっぱファッション系なので、そのファッションの一部というか見せるためのものっていうので、やっぱり聞いたことがあるというか、聞き覚えのあるブランド、聞いたことのあるそのミラーレスっていう単語っていうのにやっぱ惹かれたっていう。なるほどね。それで言うと、私もちょっと、まあカメラじゃないんですけど、なんか似たような経験があって、私プライベートで年間30本ぐらいライブとか舞台とか見に行くんですよ、はい、で、まあ今年はねなかなか難しいんですけれども、例年だったらそのぐらい行ってるんですけど、で
やっぱりあのコンサート会場大きくなればなるほど席が遠くになっちゃうとちょっとテンション下がるじゃないですか、はい、いやもう全然下がりますね。ね、だってアリーナ最前の人とさ2階席一番後ろの人ってほぼチケット代一緒なわけだからさえ、それは分けるべきじゃないですかいやでも実際自分が行ってるところはそうですよ。舞台なんかは S 席 A 席って分かれてるけど、大体普通のライブ6系に限らずだけど、そういうところは大体チケット一律だから、うん、やっぱりその点では、まあ、見切れ席とかさ、はい、ステージバック席とか別だけどさ、はい、そうやって、まあ、他はほとんど一緒の金額なので、それストレスじゃないですか。ストレスです、うん、そのストレスを少しでも緩和するために高級な双眼鏡を買ったんですよ、はい。まあ、それは過去動画をたどっていただけると出てくるんですけど話にも結構出てますよね。そうそう、6万円ぐらいのやつね買ってるんですけど、はい、それを調べてたんですよ、いろいろ、はい、私あの普通に70万80万のフラッグシップ機を通販で買うんですけど、はい、ニコンさんに直接、はい、アルファ9 50万円した時代に普通に通販で買いましたけど、はい、それもソニーさんに直接、はい、レンズも全てそうなんですけど、はい、あの双眼鏡だけはわざわざ足を運びちゃんと量販店さんで買ったんですよね、まあ、それはやっぱり趣味だからっていうのと、あと分かんないよね、はい、うん、だから自分で覗いてみないとどれぐらいのあの距離なのかっていうのが分かんないし、これカメラと一緒でやっぱり倍率によっていろいろ弊害が出てきたりとか、明るいとか暗いとか出てくるんですよ。だから自分が実際に覗いてみていいと思ったものにしようと思ったんで、そういう量販店さんに本当に久しぶりに行ったんですけど、はい、そしたらもうかなりねフロア広く割いてあって、いろんな種類のやつが置いてあって、はい、でそこで売れ筋みたいなやつがさ置いてあったんですけど、そしたらね1位がねビクセンっていうところなんですよ。でそれはね本当に女性が持っても、まあ、まあさっきの話じゃないけどさ小型でさ、はい、倍率も高くて、はい、まあ値段的にもまあやっぱ5万円台ぐらいかな、はい、決して安くはないんですよ、はい、安くはないんだけどそれが1位で、2位がキャノンですよ、はい、自分が買ったのは、はい、3位の健康さん、あら3位なんですね。で自分は一生懸命その3種類だけじゃなくって、はい、他のニコンの双眼鏡とかいろんなメーカーさんのをいろいろ選んで、もう健康さんっていうふうにもうほぼ目星をつけていったんですよ、はい。ところが現場に行ったらあの、まあ、ビクセンはちょっとまた違うんだけど、はい、キャノンとあの健康の双眼鏡だけを比較すると、はい、自分的には健康の方がちょっと優れてる感じがしたわけです、はい、でも売れ筋はキャノンの方が上だと、はい、これはちょっと聞いてみようと思って、はい、店員さん呼んで、なんでこれキャノンの方が上なんですかと、性能だけで言ったらなんか健康さんの方がちょっと優れてるように思うんですけど、はい、って言ったらもう一言、知名度ですって辛いですね。ああ、やっぱり知名度って大事ですよね。ですよねみたいな、ちょっとあとイメージですよね、うん、まあ分からんくはないんですけどねっていうさ、うん、まあ健康はね我々写真撮ってるからさ、はい、我々にとっては有名な会社さんだけど、レンズフィルターから何かお世話なんて、まあ、世間的な知名度はキャノンはまあいろんなところでねいろんなお仕事されてらっしゃいますからね、はい、プリンターもありますし、ありますね、あニコンはニコンは入ってなかったですそうなんですね、ニコンはあの手ブレ補正がないんです、ニコンの双眼鏡。あ、そうなんですね、うん、倍率的には20倍とかあるんですけど、はい、20倍の双眼鏡で手ブレ補正がないってだいぶ致命的なんですよ。ですね、うん、ニコンさんって顕微鏡とかやっぱその、うん、手ブレ補正よりもそのしっかり写すってことなんだね。そうだね、顕微鏡とかと、まあ、今は違うんですけど、メガネのレンズとかさ、はい、そういうやっぱりそのレンズメーカーっていう光学機器メーカーっていうイメージがあるわけですけど、はい、うん、でも双眼鏡もそこは期待したんですけど、はい、まあ、レンズは素晴らしいんだろうなって思うんですけど、側がいまいちだったっていうところがあって、寂しい、うん、結局まあ手ブレ補正が絶対欲しいと思ってたんで、はい、もう最初から取捨選択から外れてしまったというね、はい、感じだったんですけど、専門外の方からしたらやっぱりそのイメージって大事なんだなって思いました、うん、ですね。アルファ9よりやっぱアルファ7選ばれましたしそこもなんか、まあ、ソニーとミラーレスっていうキーワードは分かるんだけど、はい、7と9でそんなに認知度が違うのかっていうのはちょっと驚きだったけどね。ですね、うん、でまあアルファ7-3の新品と、うん、2405を買って、うん、で物撮りできるようになるので1セット欲しいっていうことなんで、うん、A1X もその時にまとめて買いました、うん、あと、まあ、バッテリーも予備で1個必ずあった方がいいですよって言って買って、あとメモリーカード買って、うん、保護フィルター買ってっていう風にして本当にカメラ一式買って、あと三脚はヨドバシで買いに行きました。あれ A1X はコマンダーは買わなかった？あ、コマンダーも買いました。あった、うん、もう新品で、うん、ソニー用を買いました。
まあ、簡易的な撮影をできるかな、はい、うん、でまあ、あんまり多頭ライティングになるとスタッフの子たちができないんですよ、ね、うん、そうだね、でやっぱりトラブル起きた時にそのスタッフの子たちだけで何ていうんですか解決できなきゃいけないので、カメラの使い方を教える時にはトラブルシューティングの方を多めに時間取りました、うん、もし何て言うんですかこうなった場合はどこを見るんだよ、うん、あの画面が半分暗くなったらシャッタースピードが高すぎて同調できてないからシャッタースピードってとこ下げるんだよとか、ストロボ同調しない場合どことどこを見るんだよっていう風に、あの本当にカメラの知識を教えるっていうよりもその撮った時に何か起きた時にどういう対応するのかっていうのを重点的にやらせていただきました。増田さん、それでなんかお仕事できそうじゃないですかっていう風にあのクライアントさんにも言っていただきましたね。やっぱりなんかこういうので、でその方はその後その日のうちにあの D1 モニターを買っていただいて、 D1プロフォトの D1 でも何でしたっけ、その講習会とかそうマス先生でやってよとか言われて、ちょっと照れながらいやいやとか言いながらして、まんざらでもないでしょ、まんざらでもないでしょ、まあ、できたら嬉しいなと思いながら、そしたらやっぱスタッフの子があの終わった後になんかあの社長さんにマスさん教えるのうまかったですみたいなのを伝えに来たらしくて、ちょっとほっこりしました。1からその揃えるっていうところだと選択肢が多いからさ、いろいろ進められるのかなと思うところもあるんだけどさ、自分もあのファッション媒体に出入りしてるじゃないですか。でそこはね、まあニコンがメインで使ってるんだけど、女の子たちが普通に D5 に70-200のレンズとか、なんなら3ニッパとか持たされて取材に行かされてるんですよ。ペンカメですよ、カメラマンじゃないんだよ、ペンカメがそれを持たされていってるんですよ。仕事だからさ、そんな思いなんて言ってらんないのは当然なんだけれども、いやそうは言っても女の子だから厳しいっていうのも本音としてはあるじゃないですか。だから自分は α9 を買った時にあのその子たち見せたんですよ。マスがそう勧めた会社の女の子たちと近い反応で、やっぱ軽いとかさ、そのチルト液晶ですごくいいですね。なんか記者会見の、ね、囲みの時なんかはさ、うちらは割と身長ある方だからさ、そんな気にもなんないけどさ、やっぱり150センチ台の女の子からしてみればさ、30センチぐらいハンデがあったりするわけじゃんそうするとやっぱこれで手伸ばせてさ、撮れるっていうだけでもさ、いいですね、編集長に買ってもらえないよとか言ったんだけどいやうーんなんて言いながらも、で俺直接ちょっと聞いてみたんですよ。そこんちの会社だと女の子たち多いから、こういうちっちゃくてチルト液晶のやつとかいいと思うよなんて言ったら、いやでも全特会はきついっすねみたいな。そうですよね、まあ、我々ほら個人だからさ、まあ、せいぜい2台3台の話じゃんか、多くなってさ。でも組織はね、そうなんですよね。いやそのこう会社も徐々にストロボとか買っていったらもう100万コースだったんで、大変ですよね。だから1台2台の話でもないし、あと複数の人が使うからさ、そうです、結局その人たちの、ね、今まで2個のカメラの使い方せっかく覚えたのにさ、今度ソニーに変わっちゃったらさ、また1からになっちゃうから、その1から覚えてる間にもう現場動いてるわけだからさそうなんですね、支給品なんですよね、パソコンと一緒なんですよ。そうそう、だから前にさ、カメラ機材にさ、愛着がないっていう話をちょっとテーマとして取り上げた時と一緒だよね、結局、ですね。やっぱあと α7 だとやっぱ使ってる人も多いんで、後から調べても分かるっていうのも大きかったですね。あ、まあ、情報としては多いよね、はい、っていうのがありますね。あと進めててやっぱ感じたのは、カメラ好きな人に勧めるのと違うなっていうのをすごい感じました。やっぱりその道具であり、ファッションポイントの一つというか、その小道具の一つであるわけなので、カメラを本業でやりたい人とかカメラ好きな人って言ったら、やっぱフラグシップ機とか性能の多いものを勧めたくなるじゃないですか。知名度とかなんか違うポイントで選ぶ人があるから、本当人それぞれというか、いろんな視点があるなっていうのを今回学ばせていただきました。まあ、ファッションアイテムの一つっていう捉え方なんでしょうね、はい、うん、で買うのもイメージ先行。なんかオリンパスのね、あのコンデジなんかがさ、いろんな色があって小型でさ、女の子に受けがいいっていうのはそういうところが大きいんじゃないかなと思います、ね。あとやっぱりその撮影現場とかを例えばインスタで上げるってなった時に、持ってるカメラも古いごついカメラよりも女の子がミラーレス持って撮ってる方が絵になるっていう、正直そこまで多分社長さんと自分はイメージして買って揃えていこうかなと思って、なのであのストロボもプロフォト揃えた理由としては、やっぱりその撮影現場が映った時にかっこいいっていう、まあね、それは違うよね違うと思う一応ゴドックスとかっていうのも説明に出したんですよ。けどやっぱりあの
ファッション業界に長く勤めてる方だったので、うん、やっぱプロフォトの良さというか、うん、プロフォトとしてのイメージもしてたんで、うん、あ、もうそれはご存知だったわけですか、はい、それは話が早いね、はい、うん、だってやっぱ買うとしたらプロフォトだよね、まあ、そうだろうね、はい、でそこで面白かったのが B 店よりも D 版の方が良かったみたいです。だから今まで見てきたプロフォトのイメージなんですよ。そこもやっぱイメージとかっこよさなんですね。小型になったってすごいつるんとしちゃったじゃないですか、うん、やっぱその見た目よりも今までのザ・プロフォトって感じの D1 とか、うん、なら本当は B1X 買おうかなとかって悩んでたんですよね。まあ、D1 はね、はい、あのちゃんとしたスタジオは大体 D1 が置いてあるし、はい、あとはあのリースもしてくれるからさ、はい、まあ、多分あれは審査制だと思うんだけど、はい、スタジオに出入りしてる人は多分 D1 を一番目にしてるからね、はい、やっぱそういう感じで、はい、やっぱり今まで目にしてきたものの方が信頼に勝ったっていうことで、はいはい、あの D1 を2台買っていただいて、でスタンドも全部マンフロットで、やっぱあの、うん、全部スタンドが違うっていうのはあの、うん、格好悪いっていうんで、ちょっと結構高かった1万円ぐらいするスタンドなんですけど、うん、それをもう4個ぐらい買っていただいて、全部マンフロットであのブランドを揃える。だからやっぱファッションと一緒ですよね、ブランドを固定するっていう、そこそういう視点で社長さんの選ぶのを見せていただきましたね、うん、そこの判断基準っていうのは、まあ、D1 かどうかは別だけど、はい、自分もその統一していくっていうところは美意識として近いものがあるかな。自分は選択肢をやっぱ与えたんですよ、うん、安いけど、うん、高くていいもの、そしたらやっぱり全部高くていいものっていうのは、あ、いいですね、その考え方は、うん、っていうふうにしていただいたのですごく心地よかったです、うん、なるほどね、はい、だからやっぱりどうしてもそこってなんかその人の価値観が分かるところだよね、はい、ですね。で矢沢さんとこうやって交流されてたので、やっぱりその方のその判断基準がすごく心地よく感じましたね。やっぱり正しいんだなっていうか、まあそうやってちゃんとねお金惜しまず出されるっていうところとかはね、やっぱり、うん、あのファッション業界の人だなと思いますよね。やっぱ格好悪いものを使うのはあの許せないっていうふうにはおっしゃってくれてます。すごく分かります。でもその中でこのアルファセブンっていうのはやっぱりそのスタッフのコートの、うん、なんて親和性を含めた上で選ばれたっていうのがすごくいいかなと思いますね、うん、じゃあいい仕事をしてきたんじゃないですか。いやちょっと今後もそこその講師の仕事とか増えてったらいいかなとかって、うん、まあ期待半分でやっております。増田さん、もしあのファッションでカメラを選ぶってなった時に、はい、値段とか機能とか一切抜きで言われたら何します？ライカ。あ、そうなんだ、意外と即答でしたね。今値段も性能も無視って言ったらやっぱりライカじゃないですか。見た目だけですよ、うん、ああでもハッセル捨てがたいですね。あでもハッセルちょっとやっぱ大きいんで、まあ、それよりも片手で持てる方がファッショナブルかなとか。でも何ですか、自分のファッションで考えたら意外とあの何ですか、マミヤとかガシャンっていう方がかっこいいかなっていうのは。そこは今の俺の質問は自分に何が似合うかですよ。ああ欲しいかじゃない、似合うかですよ。だったら自分はマミヤ RZ ちょっとガシャンっていう。あれ持ってなかったっけ。持ってます。持ってるでしょ。持ってるでしょ。でもあれ持ってないです、デジタルパック持ってないです。ああそうなんだ。だからデジタルパックもらえたらちょっとおしゃれじゃないですか、あの、その昔 の、 あのマミヤ RZ をつけて後ろにちゃんとデジタルパックでこうやってガシャンって言って撮る、うん、なるほどね。矢田さんは何選びますか、カメラ。まあ私はもうあのローライフレックスですよ。おお、ぶれない、うん、なかなか。でもやっぱり中古でも30万ぐらいはするんですよね、はい、うん、なかなか厳しいです。でもおしゃれですね、なんか楽器みたいですね。そうだね、まあ、2種類あるんですけどね、はい、私は 80mm の 2.8、 あのレンズ的にはあのクセノタールではなくてプラナーの方が欲しいんですけどね、はい、うん、それはどうしてですか。あのバランスがいいんです。あ、そうなんです、うん、80だと 50mm ぐらいになるんですか。あ、それはあのそういう話じゃないです、今ファッションの話です。あ、そうですか。見た目がもうバランスいいんですね、はい、85の方がレンズがちょっとでかいんですよ、はいはい、75はちょっと小さいんで、はい、パッと筐体とのバランスを見た時に85の方が可愛らしいです、はい、へえ、うん、なるほど、うん、写りの話をしてません。ファッションとして。え、でも面白いですね、ファッションとしてどのカメラを選ぶか、うん、しかもこうやって撮るからね。おお、うん、いいですね。最近インスタントフレックスっていうのを見つけました。はいはい、あインスタントの同じ形したやつなんですけど、それは5万円ぐらいのインスタントカメラ。買えちゃうんじゃないですか。やっぱね、っていうね、こうやってあの趣味の話になると急に財布の紐が固くなるっていいじゃないですか、趣味の人
人で財布の紐が緩くなる人よりは全然しっかりしてる方が、まあ、本業の方でお金がかかりすぎてますからねまあ我々もね、なんか趣味にお金かけられるようになりたいですけどね。いいです。そんな感じで、以上矢沢でした。矢沢でした。